が日本の学校最終日なので一日動画を回していきたいと思います。スティックパンの出来上がり、いただきます。もち最初学校あんまり好きじゃない、いや行きたくないって言ってたけど、もうどう今は。お姉ちゃん、お姉ちゃんハッポイハッポイスカイラはどうだった。楽しかった。楽しかった。毎日お友達と遊んでたね。うん、しかもいろんなお友達が来てくれたね。うん、新しいお友達の家に遊びに行ったりとか。何が一番楽しかった、スカイラ。友達と遊ぶのと、じいじのばあばといろんなことする。いろんなことしたね。川に遊びに行ったり、旅行に行ったり、よっともって冒険もしたね。スカイラーがコントロールしてね。スカイラー、ブドウ食べたい。あ、めっちゃ美味しいって言った。そう、美味しい。なんか嫌いなこと使いません。美味しい。今日は水パーティーだー。何個もある。うん、楽しみでね、今日は。うん、見て、見える。すごい、ハワイであんまりないやん。うわー、落ちるかと思った。今日も暑いよー、100度。ほんと子供たちハワイにおるときより真っ黒。どうして足真っ黒、スカイラ。エレトもとして、うん、真っ黒クロスケバン、行ってきます。スカイラクロスファミリージャンケンタイム。ジャンケンチュイチュイチョキでした。じゃんけんぽい。僕はグー出しました。君は怪獣もしたか。ユニクロのパーカーなんですけど、完全防備でいきたいと思います。その大きい袋が先生。うんうん、大きい袋が先生 でこれ昨日ね、スカイラがチームの友達のプレゼントね、お手紙をみんなに書きました。で、行ってきます。寂しい。あ、寂しいね。けどまだ夏休み遊べるから、まだ最後じゃない感じだね。何かが入っちゅうよ。おはよう。ロジも毎日お散歩頑張ったね。ロジ年について歩いてきててね。毎年強くなってる。冷たい？冷たい。すごい冷たいね。日本の学校へ短期入学させるのは今年で3度目ですが、毎回日本はやっぱり素晴らしいなと感じます。小さい頃からいろんなことに体験する機会があり、そして守るべきルールを知り、自立へと導いているところです。いろいろ新しくなったり、昔とは違ったこともあるかと思うんですが、生活習慣、縦割り班、掃除、道徳、栽培活動、運動会、登下校の交通ルール、住んでいる地域への関心など、幅広いことを体験できる機会があり、そしてどれも意味があることだと思います。人によってはもちろん得意不得意はあったり、賛成不賛成の意見もあるかと思うんですが、ルールは学校内だけのルールではないということ、そして何より素晴らしいのが、平等にみんなが同じような体験ができるということです。海外に出て母親となり、一つ一つが大切だったということに気がついたんですが、少しでも子どもたちにもこの素敵な日本の文化、生活スタイル、教育を経験していってもらいたいなと思っています。ズボンがところだから大丈夫だよ。ピャピャって行きや、ピャピャって。お姉ちゃん。ただいま。ママ、手と足が濡れてる。うん、いいよ。手洗おう。タオルね。ああ、気持ちいいね。おお。ああ、気持ちいい。ああ、気持ちよかった。ああ。ちょっと待って。もう、ちょっと、いっぱい塗ろう。ああ、さっぱり。あ、みんな遊びよ。あ、はやー。おじいちゃん。あ、はやー。そう。今日終わりなの。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あ、マジでおかしい。ハイファイ。後でね、迎えに来る。と3日ぐらい高知にはいるんですけど、あの子供たちが今日が学校最後なので、私の両親もね忙しくて預けたりできないので、今日最後のチャンスなので今日病室に行っていきたいと思います。さっき紫外線のチェックしたら、なんか今週末とかマックスになってて、
やばい、紫外線、日本の紫外線本当にやばい。ハワイは日本の倍以上紫外線があるって聞いてたんですけど、日本もやばい、本当にやばい。なので今まで車の中で着なかったんですけど、最近は車の中でも UV パーカー着てます。もう絶対こっち側、もうこれ、ここ帽子もやっときたいんですけど、こうやってでも絶対こっち側焼けるし。そしたら今から美容室に行ってきたいと思います。はい、今終わりました。どうでしょう、かなり明るくなったんですけど、ハワイではあんまり美容室とか行かないので、最後の帰国、最後ママタイム楽しめました。はい、そしたら今お迎えの時間になるので、今スカイランを迎えに行っています。最後なので、あの先生たちにも挨拶できたらなと思ってます。何それ、ほんまにお尻が痛い。ふざけたばっかり。お尻が痛いんだもん。来年も来てくださいって先生言ってたけど、スカイラーが頑張らないといけないよ。うん。成長してるねって言ってくれたから、ちゃんとそれにね、スカイラーも頑張って、いい？うん。それプラス僕のお尻が痛い。明日が3時なので、次老人のお迎えに行きたいと思います。老人もさ、お友達にプレゼントを用意したので、この帰りのタイミングで渡したいと思います。でも本当、老人も学校好きって言ってくれるようになってよかったです。私は心配したけど、よかった。こんにちは。じゃあこれお家でチョコレート食べる、うん、お家で開けてね。お家で開けて、お家で開けて、お家で開けて、お家に行ってハワイに行く。そうね、今度来てねって。日本にもまた来るしね。あ、ありがとうございました。ママ今日なんかみんなにもらった。何もらったの？なんかプレゼント。嬉しいね。なんか先生も用意してるよって言っててくれたの。これ何それ、わ、ロージーちゃんへって書いちゅう。わー、すごい、みんなが似顔絵描いてくれちゅうやん、うん、かわいい。いや、ウィンクしちゅう。あ、みんなの集合写真。これ先生が貼ったの。ねえ、すごいね。これ書いてる。芋の苗植えに行ったよ。行ったね。うん、ここステッカー貼っちゅう。かわいい。ここなんか貼っちゅう。元サメや。あ、かわいい。みんなのゆすずみ会の写真だ。では、今日老人にきれいにコップと歯ブラシを洗った。お、すごいじゃん。いろんなことができるよ。で、自分で歯磨きするのすごく楽しかった。あんた、じゃあちょっと自分で磨いてみなね。そしたら今から移住センターもういいじゃない、もういいじゃない、もういいよ、もういい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 、よし、行くぞスカイラー。行け逃げろー。ロジも行け。250個、あっという間。おー、ナイス。おー、ロジーナイス。今日は最終、学校最終日で、子供たちの大好きなお寿司食べに行こうってことになったので、行く前に、どうせ帰りが遅くなるのでレストランとかでね、外食するときは行く前に先にお風呂に入れて、帰ってきたらもう歯磨きして寝るっていう感じにしてるんですけど、今日もね、そんな感じになりしたいと思います。ちょっとすっぴんではいけないんで、ちょっと汗を流す感じでシャワー浴びたいと思います。ロジー、お風呂入りましょう。行くよ、寿司だ。疲れ切れた。水風船パーティーって楽しかった。楽しかったね。山へ出てきたね。ごお寿司だ。スカイラー、まあ、この前見たの子供メニュー頼む？こういうセットのやつ。いらん？子供メニューラーメン。欲しい？おいしい。今からどうぞ。鳥の通過だよ。はい。ロジル来たよ。かわいい、子供のめっちゃかわいい。最高だね。めっちゃかわいい。いいね。お寿司屋さんでもここ、お子様セット的な。美味しそう。行きます。あ、
どうですか？あと、うん、もう食べたい。でもお寿司屋さんのラーメン本当美味しいでね。出したからありかね。ああ確かに。やっと美味しいこれ。いいよ、二人食べや。うん、これも美味しい。美味しいね。顔で美味しさを表現してください。爆発や。爆発だ。ロジー、はい。見ていてね、お父さん。爆発するくらい美味しい。美味しい？いちご美味しいね。とろける。力とロジー、学校頑張ったからだよ。やったぜー、お祝いだー。力も終わり終わり。ごちそうさまでした。あなたがいたなったから今がさんになりたい。リーソーシュッオシュッオシュッジュー10皿ジーコー半分ジーコー。お腹どんな感じ？お腹いっぱい？ロジーいっぱいするかかったよ。ジーディーバーバーありがとう、ごちそうさまでした。はい、どういたしまして。美味しかった？美味しかったね。美味しかった。ラジスカイライからプレゼントがあるんだって。やったー。何かなもうすでに用意してるよ。 OK、 目開けていいよ。すごい、すごいじゃん、算数。それでこれ、100点。クロスファミリー、みんな、ママの YouTube のために、ロージー、スカイラ、うん、ダディ、ママ。かわいい。ありがとう、スカイラ。うん、そうキュー。これ、動画に使おうか。動画の絵にね、うん、間に。This is クロスファミリー。かわいい。よく、本当に頑張った。お疲れ様、うん、でも楽しかったね。うん、スカイラーがすごい楽しそうで、マミも嬉しい、うん、友達来てくれてよかったね、うん、スカイラーがいい子だからだよ。だからみんなね、仲良くしたくなるんだよ。ありがとう、スカイラー。寝ようね。いっぱい遊んで疲れたね。 OK、 グナイ、レディオ、うん、まあ、このビデオを見てる3年生の小学校の友達にもありがとう。うん、負けのこと忘れないでね。うんね、うん、みんなありがとう。ありがとう。みんな仲良くしてってありがとう。それでロージがおらんときにみんなロージのビデオを見てね。うん、よく頑張りました。はい、そしたら子供たちももう寝たので、私もね、お風呂入って、コーチはあと4日なので、あのパッキングもね、始めていかないといけないので、いろいろまとめていきたいなと思います。暑かったけど、もう一日中本当に満喫できる一日になりました。お友達でみんなワイワイしてるのとか見て、本当になんか私の小学校時代を思い出すというか、なんか懐かしいな、こんなのあったなって、こんなになんか子供たちの賑やかな声がワイワイ聞こえるっていいなって本当に感じました。はい、そしたら今お風呂に入ってすっきりさっぱりしてきました。そしたら今からスキンケアしていくんですけど、日本でね、どんなスキンケア使ってますかっていうリクエストをもらっていたので、スキンケアしながらご紹介していきたいと思います。スキンケアはハワイでも日本の商品を使っていて、やっぱり信頼できるというか、個人的な意見なんですけど、私の肌に合っていると思います。なのでこうやってね、帰国するたびにいろいろ試して爆買いしてハワイに持って帰ってるんですけど、今回もいろいろ試している時に、ちょうどインスタの PR のお仕事でご連絡をいただいて、そこからね、もう大好きになって、今もねずっと使っているスキンケアがあるので、それをご紹介したいと思います。それがこちらのユーズ生ビタミン C の美容液です。いくつか生ビタミン C の美容液使ったことあるんですけど、つけた瞬間ジュワッとなって温かくなるのを使ったことがないです。ビタミン C って酸化しやすかったり水に弱かったり壊れやすいみたいなんですけど、このユースのね、美容液は水不使用で美容成分 100% あるみたいで、こんな感じで1個ずつ個包装になっているので、毎回新鮮な生ビタミン C でお肌をケアできるのっていいですよね。こんな感じでつけてみると本当にとろーっとして濃いんでしょうね。1回分の量がたっぷり入ってるので、私はこうやってね、顔にわーすごい温かくなるんですけど、私はこんな感じで顔だけじゃなくて、
腕、首、デコルテにね、贅沢に使っています。インスタでね、この美容液をシェアしてる時に何人かの方が使ってるよっていう方がいたんですけど、私本当に肌荒れしやすくて、もう小学校ぐらいの時からもうずっと肌荒れしてて、しかも7年前ぐらいですっごい肌荒れして、もう顔中肌荒れですっごいやばかった時があって、それプラスもう1年中ハワイで紫外線を浴びまくっているので、シミとかも結構ねできてるんですけど、ちょっと前にハワイでね肌診断をしてもらった時にシミの予備群が結構ねババババババッとありますよって言われて、シミってね紫外線浴びたからってすぐに出てくるんじゃなくて、蓄積して蓄積して少しずつ溜まってバッとね顔の表に出てくるんですけど、だから毎日のケアが本当に大事なんですね。聞いたのがタンパク質とビタミン C でコラーゲンが作られるみたいなんですけど、私の場合食事でタンパク質をなるべく取るようにして、ビタミン C はこうやってねスキンケアでねお肌に浸透して肌の老化をね少しでも抑えようとね最近頑張っています。でも本当このユースの美容液を使い始めて肌荒れがしなくなりました。私生理前になると必ず肌荒れして、ちょうど今その前なんですけど、肌の調子も良くて本当肌もね明るくなってきました。そしたら次にこのユースのシートマスクをしたいと思います。このシートマスクを導入美容液の後にして、しっかりねビタミン C をお肌の中に浸透させていきたいと思います。これがね結構さっぱりしてて私好きなんですよね。でこの前ね家族で旅行に行っていたんですけど、このねユースの美容液ってこういう風に個包装になっているので、持ち運びも便利だし、子供とね一緒だとやっぱ荷物も多くなるけどかさばらないし、こぼれる心配もないので本当に便利で良かったです。ていうかハワイの紫外線は日本の倍以上ってあるって言うんですけど、日本の紫外線もかなりやばいですよね。子供たち毎日ね日焼け止めを塗って外出させるんですけど、あとねプールの授業があってもラッシュガードを着せて紫外線対策をしてるんですけど、もう子供たち真っ暗です。本当に日本の紫外線舐めてました。やばいですね。ただ5分ぐらい経ったので外します。でこのユースの美容液本当に気に入って毎日使っているんですけど、ぜひねなんか特別なセットをご用意していただけないですかって聞いてみたところ、 YouTube 限定で特別なセットをご用意していただきました。それがこちらのセット、ユースの美容液1箱、これに生ビタミン C 美容液28個入っています。それプラスさっき使ってたシートマスク1枚と美容液のねパウチ2つ、トーンアップ UV 1本のセットです。このトーンアップ UV もすでに使っているんですけど、単品で通常2980円、これ丸々1本入れてもらいました。ベージュの方はつけると綺麗にトーンアップしてくれます。ノンケミカルで肌に優しく、塗ってもベタつかなくて、私が使っているファンデーションと相性も良くて、メイク前にも塗って日中の紫外線から守ってもらっています。このねユースのビタミン C は楽天でもね1位を取っちゃうぐらい人気なんですけど、正規の値段で買うと1箱3960円するのでちょっと高いんですよね。でも今回用意してくれたこのお得セットだと全部含めて1980円で購入できるのでかなりお得になっています。でこちらの特別セットは数量限定300個になるので、興味がある方はお早めに概要欄にある URL からチェックしてみてください。今から髪をね乾かしてからケアもしていこうと思います。あー本当にね、なんか年々子供たちもやっぱ成長していくので、いろんなことに挑戦できたり、いろんな場所にね行けるようになったりで、本当に今年は特に、濃い夏休みになりました。